みなさんこんにちは。えー、今日は人生の終わりまで音楽ができたら幸せだよねという、えー、テーマについてお話ししてみたいと思います。Thank you for watching my YouTube channel. In this channel, I'm talking about music and instruments and play. はい、uh, ということで英語の導入2回目の、uh, 動画です。 前回の動画でもお話ししたんですけど大体3割まあ多い時で4割ぐらい外国の人が見てくれてるんでまあちょっとね <laughs> かなりニッチかもしれないけどえっ、ー、とまあ日本語とか日本の文化に興味があって、えーまあ、僕はあの外国の、まあ、英語をはじめとして外国の文化と楽器を同時に上達したい。 っていうまあ一つ目標を持ってるんですけどまあ反対に外国の人で僕と同じようにっていうか逆バージョンで、えーまあ、日本語とか日本の文化日本のまあ音楽のシーンとかも含めてそういうことに興味があってなおかつ楽器もやってみたいとかまあなんか自分もやってるみたいな人がいたらなんか交流が持ってたら結構楽しいんじゃないかなと思って。 このような導入を始めることにしました。はい、でえっとですね今日のテーマ、まあ、人生の終わりですねもう本当に、えー、この世からいなくなってねあの、まあ、今回の人生おしまいっていうところまで音楽できたら <laughs> 幸せなことだよねっていうことについて、まあ、ちょっとて を話してみたいなと思いましたので、この動画を撮ることにしました。で、この動画の一部またきっかけがありまして、あのまあ日本の本当に最高の、えー、レジェンドドラマー、えー、村上ポンタ修一さんが、えー、亡くなられて、で、えー、もうちょっと時間が経ちましたけれども、えっ、ー、と競速本とかをまあ 発行手掛けられている、えー、アルファノートさんから、えー、その追悼というか、まあ、最後のレコーディングの動画っていうのが出てまして全、えー、何回かな、まあ、3回プラス1回みたいな動画だったと思うんですけど、まあ、非常にやっぱ何か感銘を受けたっていうかやっぱこういうふうになんかねその。 プロとしてとかアマチュアとしてっていうことはまた別にしてそのなんか音楽に向き合えたら幸せきっと幸せな人生だろうなっていうことで、ね、ちょっと思いましたのでこの動画を撮ることにしましたはいであのまあすごく個人的な話になってしまうんですけれども、まあ、自分自身えっとまあ楽器っていうもの にこう触れ始めてもう早20年ちょっとぐらいですねえとクラシックギターから始まりアコギエレキ軽音楽部それから大学でもバンドやったりで社会人になってやっぱり音楽からまあいろいろありまして離れてでまあその中で結局やっぱり音楽っていうものが自分のなんか 人生においてっていうか大げさではなくてあの、まあ、人生の重要なこの部分を占めているものなんだなっていうのが、まあ、30ちょそこそこ過ぎてからまあなんかようやくっていうかねだんだん分かってきてで、まあ、その一環としてまあなんかね <laughs> 別にプロのミュージシャンでもないし あの何でもないんだけれどもまあ好きなことなんだから何かやってみたらいいのかなっていうことでこういうふうに YouTube をあのやっているんですけれどうんまあその形がどういう形になっているかあの自分自身も全く予想,し予想できないんですけれどもいや本当何歳までその、ね、この命があるのか分かりませんけれど。 ほんと最後の最後までなんかやれたら嬉しいよなっていうふうにねなんか思ったんですね。であの昨日ですねあの、まあ、動画でも紹介しましたけどその最高のロックバンドパイオニアを紹介しますっていう動画を、ねまあ、2週間ぐらい前かな出しましたけどそのライブが、えー、東京大観山でありましたので行ってきたんですけれども。 まあ良かったです、ね本当あのー、会場に居合わせなに来られた方はまあ本当現場を見たと思うんですけどまあ良かったなっていう感じであのー、まあ本当音楽のジャンル結構雑多にいろいろ聞いてましてロックバンドも聞くしその、まあ、ジャズとかランドビーとかあの古い ブルースみたいなのも好きだしうんまあ何て言うかな何言ってるのかちょっと聞き取れないような <laughs> あのこうゴリゴリのヘビーメタルみたいのはあんまり聞かないけど最近だとあの日本のえ女性の何て言うの何て言ったっけな地獄のゆるふわバンドって言ったかな <laughs> あのネモフィラっていうバンド、えー 村田たむさんがあのドラマーやってて僕,僕は好きなんですけどあとギタリストの葉月、えー、さんと早紀、えー、さ,さんと原口さんと,、えー、とボーカルの、えーまあ、まゆさんかなまあいいっすよね <laughs> あ,あ,ああいうなんか新しい形のうん,なんかメ,メタルっていうかねそういう 結構聞きやすいなと思うその音楽はドラなメタルなんだけどもまあなんかやっぱ女性だから花があるっていうのもあるけれどももちろんあの皆さんとでもまあうまいっていうかプロフェッショナルなんでそれは、ね、演奏ができるっていうのは前提なのかもしれないけどやっぱねすごいなって思ったりしますし。そ、うんまあ、そういういの 何ていうのかな、うん、プロの人がそういうふうにやっているのももちろん見るの好きだし、えー、とちょっと名前とかは分からないんですけどあのなんか犬をこの辺りに <laughs> 抱えてあのギター弾い、まあ主にギター弾いてるあのタイかなどっかなんかあのおばちゃんいるじゃないですか <laughs> 動物と一緒によく歌ったり。 えー、歌ったりというか動物を一緒にいて、えー、弾き語ったりするみたいな人とか面白い人いっぱいいてインスタグラムとかでもドラム叩いててドラムのフロアタムのとこあちょっとぶつかっちゃいましたフロアタムのとこにいつも猫,猫がいるみたいなあの海外のドラマーの人とかいろんな人はいるんだなっていうのいますけどね おまあそういう年齢もなんか国籍もやっぱ関係なく、まあ、日本でもまあいるんでしょうねあのたまにやっぱ公園とかにすごいおじいちゃんだけどなんかアコギ持って自転車でプラプラしてるみたいな人もいたりしますよね公園とかなんか,か河原とかにいて昔大学生の時にあの河原の,あの電車の高架下でそういう。 おじさんがいて何かあのギターセッションじゃないけ弾かしてもらったみたいなこととかありましたね。はい、でまあ一個そのまあ自分なりになんか目標みたいのが一応あったらいいのかなと思いましてもちろんその演奏の技術を上げたいっていうのは常にありますけれども、まあ、そのためにいろいろ。 あの練習したりレッスンを受けたりしてるんでまあそれはあのやっていくとしてうんなんかやっぱ生涯あの楽器やってたら楽器まあ楽器が触れたらいいし万が一なんか分かんないけどあの触れないっていう状況があったとしてもねやっぱリズムがあればそれだけで音楽できると思うんでうんなんか音楽できたらいいな。 と思いますでまあちょっと密かな目標じゃないですけどあの動画で何回か紹介してるこのアイバニズ AZES ですね、まあ、初心者向けのまあ主に初心者の人とか初めてギター始めるっていう人向けに、まあ、低予算であのクオリティの高いものって開発されたギターですけど あの今のところまあ日にもよりますけど結構これを手に取る機会がすごく多くて、まあ、こうやってあの小脇に抱えて弾けるっていうのがやっぱこのギターの最大の魅力でなおかつやっぱ軽いんで <laughs> 軽いっていうのは結構大事なことあのもちろんその重量があることによる その音の特性とかそういうのはあるっていうのも理解してるんですけど日々なんか持ちたいなって思うギターって大体まあ3キロこれははがってないから分かんないんですけど後ろにあるこれが3 4キロぐらいなんですねそれよりも軽いんで3キロ台前半くらいなのかな3キロ前後だと思うんですけどこれを。 今後何十年も持ち続けて8090歳になってもこのギターを弾いていられたらまあ多分僕の人生は成功しているっていうふうに一応まあこの2022年4月現在では定義しようかなと思います。80 90歳になってもアイバニスイ S エッセンシャルまあきっとで改造とかしていくと思うんですけれどあのこの初心者向けのギターでもこんなこんな音が出るんだよっていうところまで何かねやっていけたらいいかなっていうふう、えー、に今時点で思っていますはい、えー、ということで、まあ、今日もあの取り留めのない雑談動画なんですけれどもあのー、今ちょっとあのギターレッスンでまあ 練習している曲が何曲かあったりするんであのそれが歌物なんですけどちょっと仕上がってきたらまたカバー動画としてなんかしれっと <laughs> あげると思いますんでよかったらその時は聴いてくださいということで本日もありがとうございました Thank you for watching see you next time bye bye